皆さんこんにちは、ステッティーラプチャーズのリリカです。本日は皆様に重大発表があってこの動画を撮っています。この度ステッティーラプチャーズは B リーグ史上初の視聴者の皆さん参加型のダンスショーを作りたいと思っています。この企画の背景は先日リリースにあった通り、自分たちで作品を作っていく中でまずはファンの皆様の声を一番に取り入れたいと思って、私たちはこの企画を考え、そして実行していくことを決意しました。企画の内容ですが、皆様の SNS のコメントをもとに、私たちは次のラウンド、ラウンド9の作品を作っていこうと思っています。この動画が公開されてから次のラウンド、2月28日のラウンド8なので、今日が26、27、28、3日間の間に私たちに SNS 内でどんなショーが見たいかのコメントをいただきたいです。コメントをする場所ですが、この動画のコメント欄、もしくはインスタグラム、ツイッターでハッシュタグセプラプをつけて私たちに意見やコメントをください。またラウンド8の試合中ですね、アベマ TV やニコニコ生動画、そしてフィナンシェのコメント欄も全部読んでるので、ぜひ皆さんコメントをください。ファンの皆様からいただいたコメントで、私たちは次のラウンド、ラウンド9を作っていきたいと思っています。どんなコメントでも構いません。皆さんぜひ私たちに力を貸してください。それでは私はラウンド8に向けて冒険に出かけたいと思います。